S2004S24 S は土星の衛星の一つである。2019年10月7日に、スコット・ S ・シェパード、デビット・ C 11・ジュとイジャン・クレーナによる観測チームにより、小惑星センターのサーキュラーで発見が報告され、S2004S24 という仮符号が与えられた。観測にはスバル望遠鏡が用いられ、 2004年12月12日から2007年3月22日にかけての観測で得られたデータ中から発見された。発見報告が2019年であるにもかかわらず、カリフ号が2004となっているのはそのためである。なお一連の観測では、合わせて20個の土星の新衛星が発見されている。推定直径が 3km の小さな衛星である。 軌道傾斜角36度の巡航軌道を持ち、軌道離心率は比較的小さい。軌道要素はガリア軍のものと類似しているが、他の巡航衛星と比べるとはるかに遠方の軌道を好転しているという特徴がある。そのため、かつてはより内側にあったものが遠方へ移動してきたか、あるいはそもそもガリア軍に属していない衛星である可能性もある。 軍に属する他の小さい衛星と同様、この衛星はかつての大きな母天体が衝突によって破壊された際の破片である可能性がある。S-2004S-24 を含む20個の新衛星の発見報告と同時に、これらの衛星の固有名を一般公募することが発表された。この衛星はガリア軍に近い軌道要素を持つものの、ガリア軍に属するかどうかは不明である。 しかし名称は、ガリア軍に属する衛星への命名の監修に従い、ケルト神話に登場する巨人にちなんだ名称が与えられることになる。公募は2019年10月7日から12月6日にかけて行われ、その後選考を経て名称が発表される予定である。なお同様の衛星名の一般公募は、シェパードらが2018年に発見した木星の衛星に対しても行われている。 ありがとうございます。